はい、宮古ステークスってことでね、やっていきたいと思います。秘密結社フェガムソース18でございます。こちら、京都のね、メイン、ダートの G3 1800m 線ってことで、まあ、ここで賞金加算すればね、暮れの G1 まだ間に合うのかなというね、ギリギリのところ。もちろんね、結構メンバーが出揃った感はあるんですが、まあ、それでもね、上を目指しそうなメンバーが揃っているんでね、まあ、なんとか頑張ってもらいたいなということで、見ていきたいと思います。というわけでね、今回事故はこちら14番のウィリアム・バローズからいきたいと思います。去年がね、ラジオ日本賞2着からの臨戦で、この宮古ステークス大会杯、ただね、今年は斤量59キロ背負って勝ってるんですね、ラジオ日本賞。そう考えるとね、臨戦成績は去年以上、そしてね、去年の負けが不可解すぎただけに、それで人気を落としているんだなということで、軸でいきたいと思います。そして7番のメイク・ア・リープ、昇級後2戦はね、連続2着ということでね、今回、前走で休み明け5着も、1つ叩いてですね、ここは、再び巻き返しが期待できると思います。そして8番のマリオロード、前走ね、昇級3戦目で差がない競馬もできてきてますし、そろそろね、オープンでも通用するような馬になってきてるんじゃないかなというふうに思っています。そして9番のワールドタキオン、昇級初戦で重賞2着、そこから休み明け立て直してってことで、この重賞2着評価ができるのかなというところは見ておきたいところ。その前のね、昇級に狙った準オープンを勝った時のね、ちぎった2着馬もその次で勝ち上がって、昇級初戦重賞4着っていうあたりから、正直なところね、この馬のレベルの高さっていうのは一つ証明はすでにされていると言えると思います。それでね、前走重賞2着馬がこう4番人気ってことは少しこう、人気的にはね、過小評価されてるかなということで、狙っていきたいところです。で、15番のセラフィックコール、準オープンちぎって圧勝してきました。4戦4勝という戦績で、こういうね、連勝中の馬って、大体も別邸重賞っていうと、流れが止まるものと、ある程度ね、そういう流れではありますが、とはいえね、もう時計的にも一応ね、水準レベルの時計というかね、ハンデ戦でも金量増やされるような、そういうね、いい時計で走ってきてますんで、ここは狙ってみたいと思います。というわけでね、またこういった形で、今週はこちらのチャンネルで競馬予想の方をやっておりますのでね、合わせてチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。